どうもこんにちは、おっさんゲームズです。 Wii スポーツのボクシングチャンピオンへの道第11回となります。始めます。今日のお相手はタイローンプロですね。なんか前も戦ったような気がしますね。熟練度1174だ。まあ結構なやり手だと思います。いきます。ラウンド1パッチに行きます。お、やられまくってるな。やべ、久しぶりだから勝手がわからなく、おお、勝手がわからなかったんですけど、一応ダウンを奪いました。1週間ぶりですからね。結構忘れてる。こいつ何度も立ってくんだよな。うわ、立ってくれ、立って立って立って立とうよ。よしよしよし、ファイト。いって、ガードが硬い。ない試合でしたね、ラウンド1は。 OK、 立ってくるでしょうね。いきます。OK、 どうだどうだ、多分立ってくるんじゃないでしょうか。外れました。勝ちました。タイロン強いな。ランキング1位の相手がマットという人らしいんですけど、このタイロンですらこのくらい苦戦するっていうことはだいぶ強いんでしょうね、マットさんは。熟練度28上げて1070としました。もう一度遊ぶ。お相手はまたタイロンですか。熟練度1200、タイロンプロですね。丁寧に攻めて干渉したいと思います。はい、次の選手に行きたい。オッケー、立ってくるんじゃないかな。あ、そうでもないか。勝った、瞬殺。やりましたね。これはいい勝ち方。いやー、まさに完勝。いやー、気持ちいい勝ち方でした。これ結構熟練度上がったんじゃないでしょうかね。
69上がりましたね。じゃあもう一度遊びます。違う相手が出てきてほしい。はい、今回はピエールプロですね。おー、なんか何なんだろう、なんかちょっと怖いこの人。さあどんだけ強いんでしょうか。丁寧にしてる。うわっ、 OK。 どうだい、勝った。いい感じの試合運びでした。いやー大丈夫かこいつ、大丈夫か。だいぶやばい倒れ方したよ。うわっ、対戦相手は、まあニコニコしてる、ニコニコはしてないか、まあ、元気そうですね。よかったよかった。はい、熟練度を68上げて1207としました。まあ3回とも、いい感じに勝てたんで、今日はこの辺にしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。